世界の車窓から。今日は国境で乗り換えします。富士通の提供でお送りします。ブルノを出発しておよそ3時間、スロバキアの国境まであとわずかとなりました。こちらの家族はスロバキアにある温泉でゆっくり休暇を取るのだそうです。いいですね。定刻の午前11時、列車は終点のムラスキープルスニクに到着しました。ムラスキープルスニクはチェコ最後の国境駅。ここでスロバキア行きの列車に乗り換えます。明日はスロバキアに入国します。